今小倉さん七十七歳。そうですね。九十ですね。ねは,いはい。この年齢はご自身いかがですか。いや、僕の父親がね、結構その時代としては長生き、七十九まで生きたんですね。うん、もう親父が死んだ年に、あと二年で追いついちゃうということになりました。ずいぶんもう長生きしてるなと思います。えー、いやいや、はい。今の時代、まだまだですよ。いや、本当にね、八十九十で元気な方がいっぱいいらっしゃいますけどね。えー、体調はいかがですか。 あの特に変わったところはないんですが、はい、やっぱり年取ってきたんですね体のあちこちにやっぱ悪いところが出てきましてね、うん、えと9月には僕手術入院が予定されてるんですよあ<ー>あの足の血流が特に悪くてですね、えー、今僕散歩をしててもね30分歩けないんですよ。足が硬直しちゃううってててんですかあの痛くて重く重 動けなくなっちゃうんですね、ええ、で、お医者さんはもうこのまま放っておくとエーソンになるっていう話をされまして、ね、びっくりしちゃってで、9月あの片足ずつね血管を広げる手術っていうんですかそれを受けることになってます、ええ、はい。あの小倉さんは57歳で歪んで手術をなさってそして68歳で劇症患病はい、はいはい ちょっと重い病気がこう続いたりして。いや、その都度、あ、もう死ぬのかなとか思いましたけどね。はい、なんとなく生き延びちゃいましたね。<laughs> うういや、あの。最近。小倉さんの歌手活動を閉じたいと、おっしゃってるんですが。はいえー、まあ、最大の理由は体力ですね。声なんかもやっぱり、あの。 歌うことは若い日はもう楽しくてしょうがなかったですけど今この頃<ー>、はい、だから実は9月からねあの、まあ、全国また巡るコンサートツアーっていうのをやる予定にしてるんですがそれを最後にしようかなと思ってますね。<ー>そ,のそれぞれ2時間半ぐらいのステージですけどそれ自体体が持つかどうか今とっても心配なんですよ。はい、要するに歌っててね 自分が思うようよに歌えなくなくってきてきるんですね、はあ、声の質とか、ええ、あの声の鮮度って言えばいいんですかね高音でこう澄んだ声のまま味をつけながら消えてっちゃうじゃなくて響く声っていうかなうん、うん、昔の自分のレコード聴くとねどうしてこんな声が出せたんだろうと思うんですよ <laughs> まあそれは魅力でしたもんね古さんのね。はいうん あのまあ今までもですね2014年に生前葬なんていうことをやられたり、はいはい、あるは70歳の時ですね、えー、70歳まで生きたからもういいかなと思ってね、えー、でまあ蹴りつけたいなと思ったんです、えー、それであのまあそもそも人前で「オオペラ」に歌った初めが NHK ホールさんでしたから、はい、じゃあ締めくくりも NHK ホールさんお借りしてやろうと思って、うん、4日間。うん 聖前前コンサートっていう名前でね、えー、自分で自分の葬式をやったようなもんでしたね。えーはい、であの4日間無事に歌い終わって翌日あたり死ねてれば僕の人生はそこで完結だったんですけどね、えー、どうやらそこからもまた生き延びちゃって今に至ってます、えー、で今あの今年2021年に新しい CD も出しましたよね「はい、もういいかい」。 そうでですすタイトルですね、はい、まさにじゃあもうこれでもういいだろっていう本当に <laughs> 私の歌はもういい,、はい、いいでしょうかっていう声だったんですね、はいはい、あの今までですね全部で何曲くらい作られたんですか、はい、そうですねまあ一応自分の覚えとしては2,000曲ぐらいかなと思ってますけど、うん、じゃあですね今回あの今までの曲まあもちろん全てじゃないんですが、はい、少しずつちょっと

「六月の雨には」「六月の花咲く春の雨は優しい」「はずなのにすべてがぼやけてくる」「真っ白な冬じ木」 眺めては飽きもせずまわた色したしくらメンほどすがしいものはない時は私にめまいだけを残してゆく夢の坂道は こ歯もよ様の石畳まばるく長い白い壁恋のからくり夢芝居セリフ一つ忘れもしない不思議な揺れる眼差し泣かせて 泣かせて、「風の流れの激しさに告げる思いも揺れまく ほんの一部しか紹介できなかったんですが聴、はい、くたびにいろんなことを思い浮かべるんですがそれぞれの歌を作った時代のことそれからその作った時の自分の周辺の状況のこと、はい、あんなだったなあこんなだったなあってやっぱ思い出しますよね。<ー> やっぱりその優しさいっぱいの曲だなってあそうですか思いますね声質が、うん、なんとなくねそういう声って言われる声なんですかね柔らかくてね気持ちいいなと思いますでもともとですね小倉さんは何になりたいと思ってたんですかこれはいろいろ変遷がありましたね、はあ、小学校の時はもっぱらプロ野球の選手ですね<う>中学時代は なんか下手に優等生になってですね、ええ、生徒会を牛耳るような立場になってて <laughs> 中学の頃は政治家になろうとしてましたからね、はい、高校生になった時は僕が生きてくる意味は現代のお釈迦様になるしかないとかそういうふうに思ってましたねああ高校時代はあの同じ東大に入るにしても、ええ、文学部に入って 僕はサンスクリット文学をやってインドに渡るとそんなこと考えてましたもんね。うん、哲学とかそう,、はい、そういうことなんですね。はいはい、で法学部に入られて司、はい、法の世界っていうのは考えてください。考えました。えーうん、まあいわゆるあのブロードキャストじゃない意味の放送界ですね。はい、そっちへ行くことも考えましたけど法律の勉強が好きじゃなかったもんですからね。勉強しませんでしたね。なんか学生時代。 学生村にねこもって法律の本をリュックサックに詰め込んで出かけては見たものの村の暮らしの方が楽しくてですね <laughs> 勉強やっぱりそっちのけ <laughs> で桧原湖で毎日泳いだり村の人たちと一緒にあの畑から大根をもいできて出荷したりね <laughs>、うん。 それから山の仕事も多かったですね山林のねそういう自然を相手にしたお仕事の方が自分にとって楽しいし、うん、充実感があったしだからもうほとんど法律の本は読まなかったですね。ああそうだったんですね <laughs>、はいはい、で歌に目覚めたのは目覚めたっていうのも変ですけど、ええ、あの幼い日から歌うことは大好きでした。ええはい、それで 作り始めたのは高校ぐらいからですかね。はい、というのはあの歌が大好きで歌を歌うっていうことを続けてきてたんですが、うん、やっぱ高校ぐらいになってくるとねその歌う僕たちが歌うっていうのは普通の皆さんそうでしょうけど結局ラジオテレビから流れてくるものレコードで売り出されてるものを聞いてその中で気に入ったのを自分で歌ってるわけでそれは自己表現じゃないんですよね。 人のものもを歌ってるだけだけかで僕もそうだったんですが高校時代になってくると然ねまあプロの世界からいろいろ歌謡曲が提供されるわけですがどれ聞いてもなんかうそくさくてね本当に作ってる人が本当にこう思って作ったんだろうか。 なんかしらじらしいなっていうことばっかり思いになって歌わなくなっちゃったんですね歌いたいのに歌わないっていうかね、えー、歌えない、えー、そっからたまたま中学生時代からつけている日記の中で自分で書いた言葉のところどころピックアップしてはそこにメロディーをつけて口ずさんでた それが僕の歌作りの始まりでしたそれがじゃあ高校ぐらいからそうです、ね、ずっと大学もそういうう、えー、なんとなくねなんとなくです、えー、な多作では決してないですけどね、うん、じゃあいつもこう、うん、自分のそばに自分の歌があったっていうことなんですねでデビューが1971年の「 青春砂漠の少年というアルバムでデビューなさったんですね。はい、デビューって言うとそのなんて芸能界にデビューとかいう言葉がありますけども、ええええ、僕はそういう覚えが全くないんでデビューした記憶がないんですよ。<laughs> あのあるレコード会社の一番若いディレクターさんが、はい、僕のレコードを初作をね作ってくださったんですが、えええー、実際にそれが売り出しされた時僕日本にいなかったんですから。はいええ 銀行に入ってもう4年経ったところでアメリカのシカゴにある大学院に留学してたんですねその留学中に僕の初籍作の LP が日本で発売されたんです。うん、青春という初恋時刻編というのはあの寺山修司さんが作った、はい、あの僕が書籍作を作るより数年前の作品ですね。ええ、はいで まあその初恋地獄編がきっかけになってデビューに至ったんですね。初恋地獄編でいろんな若者が同時に歌ってたんですが、ええ、あるレコード会社の若いディレクターが僕の声を聞きつけてこの若者を売り出してみようと思ったらしいんですね。それで僕はもう銀行になってましたが銀行に愛に見えてそういう話にだんだんなってたんですね。うんうん いややっぱりその歌声を聞いただけでこれは絶対ヒットするぞと彼はう思ったんですかね、えー、<laughs> でもその歌は自分の作詞作曲ではなかったわけですもんねあの初恋地獄編は寺山氏の、ねね、作詞ですね和田誠さんの、ねね、作曲者歌でしたですからすごい 人を見つけたっていうことですよね。<laughs> どうですかね。たかちゃんって言うんですけど。ええ、やっぱり、あの、そういう耳を持ってたんでしょうね、うん。で、あの。歌手として。歌ってたけど。はい、でも。銀行にも入ってたと。そうです。もう。これなかなか、あの。会社的にも。 その小倉さん的にもいろいろ問題になってしまうことが多かったんじゃないかと一番最初はですねお話した通り、えー、留学中に出たもんですから、えー、僕は特に気に気してなかったんですね自分が出たいっつってこう出てで、はい、歌手としてやったわけじゃないわけでもね僕の4年東大の先輩で銀行に入ってた人が勝手に心配してくれてねうん、うん、っていうのは銀行員はどこでもそうでしょうけど協業必死義務っていうのがありますから。はい あの銀行員以外に別の業を持っちゃいけないんですよねそれで僕がそんな勝手なことが始めたっていうのはその先輩たちが気がついてこれはちょっとまずいぞってことになったらしいんでその先輩たちがね当時の僕が四角にいる間に人事部にお伺いを立ててくれたらしいんですよこんな若いのが出てきたけどどうしましょうかっていうことでね 時の人事部はねその,その話を聞きつけてもどうせ売れっ子ないよと <laughs> 大して問題にならないよと思ったんですって <laughs>、ええ、だからまあ何て言うの承認もしないし禁止させるわけでもないし、うん、まあほっっっととけやっていうことになたたみたいですね、うんうんうん、でもその頃若い人たちの間では、はい、相当ファンが多かったんじゃないですか 私もその頃学生時代でよく聞いてたしという思い出があるんですけどもやっぱりまあ最初に一番驚いたのはレコード会社さんだったようですねレコード会社さんも最初僕の LP が出来上がった時に発売会議っていうのがあったそうですね、はいええ、でレコード会社さんの重役連中が新作ものを世に出すかどうかという会議があったらしいんで。ええ そこでねこの小倉系の歌ってみんな眠いねえ眠いねえっていう話になってね <laughs>、ええ、しかも履歴書を見たら今銀行員やってるもう25だとで最後に写真が配られたら、うん、もうこんなの絶対ダメだよって話になってね <laughs> 失礼な話で <laughs>、ええ、それでねボスになったんですよ <laughs>、ええ、だから僕の所蔵作は本当は世に出ないはずだったんだそうですところがそのディレクターさんが まあなな、んていううかなキキ盛んだったんでしょうね。この小倉系の歌を理解できないような重役連中はやめるべきだっていう <laughs> いそういうね、えー、運動をそのレコード会社内で起こしたらしいんですよ。えー、そしたら当然あのね、力関係違いますから、えー、彼は重役連の怒りを買ってね、えー、ディレクターを降ろされちゃって。 で彼は大阪の,そのレコード会社さんの視点で営業をやってたらしいんですがそこででまたた出会いがあったんですねあのあの映画監督の森谷史郎さんとの出会いがあってで森谷史郎さんに僕のテスト版また世に出てないテスト版を聞かせてみたら、はい、森谷史郎さんが「あこれいいじゃないか」って話になってちょうどその時森谷史郎さんは翌年正月に 映画のククランクインイに入ってて今度僕が撮った正月映画のバッグにこの小倉系の歌をどんどん流すよっていう話になったのでそれが決まったんでその話がレコード会社に戻って映画のバッグに流れるんだったらそれが宣伝になるから一応出してみようかっていうことになったらしくて <laughs>、ええ 1>, えー、1月にその映画が封切られて僕の主人作が2月に 出版されたっていうことだったそうです、えー、だからレコード会社はそもそも売れないだろうと思ったレコードだったそうなんですが、えー、まあ出してみたら時の運に恵まれたんですかねんなんかじわ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 売れてきちゃってレコード会社がびっくりしちゃったんですね、えー、だからシカゴに入り替えしてた僕にレコード会社さんから連絡あってシカゴにいる間に歌作りどんどん進めてくれた <laughs> 帰国早々第二弾を 出してほしいから。えー、そういうお手紙が来ました。まあ、ある意味調子がいいというか、ね、レコード会社も。<laughs> まあ、それはそうですね。お仕事ですからね。そうですね。うんえー、でも、まあ、その頃は、そんな銀行のお仕事とね、一緒にやっても。大丈夫だとは思ってたわけですね、えー。銀行はね、要するに大したことにならないだろう。ってえ、と、わけで思ってたみたいですね。それで。大したことになってきちゃったんですから。<laughs> 慌てたかもしれないけども一旦そうしちゃった以上ね、うん、まあたんでしょうね<ー>ただ留学から帰ってきてですね、えー、なぜか僕そのもちろん銀行やってましたが、はい、同時にあのリスク状況をやるようになったんですね <laughs> ラジオの。はい、何気なくやってたらですね ある週刊誌の記者さんが特集にするって言い出したんですってでそのいわゆるその週刊誌の会社のちゃんとした記者さんじゃなくていわゆるトップ屋さんだったんですよね、はい、だから銀行への触れ込みはですね1970年代のーホープみたいな特集をやるとその中の中一人にお裏けっていうのを取り上げたぞ。 当時まだ石原慎太郎さんとかね「えー、僕」とかね、うん、そういう若いのを取り上げて、うん、その70年代の「ホープ」っていう特集をやるっていう触れ込みでその記者さん動いてなら銀行もそんならいいかみたいに来て受け答えしたそうなんですよ、うんうん、だから当時の銀行の常務さんとかね若者の僕についてなんか喋ってるわけですよ。えー、ところは実際にその週刊誌が出るっていう段階になって銀行も。 キャッチしたらしいんですけど70年代のホープなんていうタイトルじゃなくてね一銀行員の副業に驚愕した第一関業銀行っていうタイトルで出ちゃうと、はい <laughs> えー、それで銀行は淡くっちゃってねなんだなんだってことになったわけですねその週刊誌の発売を差し止め要求みたいなことをうんうん、うん 運動ししたらしいんですけどもう臨転機が回っちゃって30万部がすり上がってるっていう話になっちゃって、はい、もう今更取り消せないっていうことになっちゃったんですで、まあ、その週刊誌が出ちゃったわけですけどね、えー、まあそんな大した問題にはならなかったんですけど、えー、まあでもそこで常務なんかが発言してるんだけどあの週刊誌での書かれよって発言通りじゃないじゃゃなないいですか、えー、なんか変なふに歪曲して書かれてますよね。はいえー それで発言した常務連がそれをひどい迷惑したみたいな話があってですね僕結局広報室長に呼ばれてあの重役室に僕謝りに行ったりしましたよ。ご迷惑をおかけしましてとか言ってねで僕なんか何も悪いことしたいなと思ってましでももう人事部に呼ばれました「君どうするんだ」と「こんなことを続けるのか」とそれとも銀行員だけに専念するか。 僕も若かったんだなそのちょっと食ってかかりましてね、えーあの「僕の歌作りは商売じゃありません」日記を書いてるだけですっていうことで一人の銀行員が日記をつけてることを「あなたはやめろって言えますか?」って言って、えー、それでね 結局着地どういうことにしたかっていうとではその世間を騒がすことはなしにしようとだから人前には一切出ませんと、はい、テレビラジオとかステージとか出演とかねうん、うん、そういうのは一切しませんだけど歌作りそのものは日記を書いてるだけですから僕は「これやめろ」って言うんだったら銀行やめますって言ったんですよ。じゃあそこの程度に抑えて言るんだったらいいかみたいな話になって、はい、それからはもう。 オッケーになっっちゃ厳しく言われなかったというか、はい、あの温まあずっと終始そこからずっとそうですね銀行は僕のことを利用しようということもないしうん、うん、やめさせようということもないしまあ自由にやってやなさいみたいなもんで、うん、そういう意味で温かくずっと無視してくれましたね。うん はい、でもそれは銀行員としても優秀だったから、はい、っていうことなんでしょうね。いやいやいや、はい、でもあのそれから歌はいろいろヒットを飛ばしてますもんね。結果的にねはい、えー、あの時折時折ヒット曲っていうのが出てくれましたね。えー、私たたちその頃こう知りたいと思っていうこう残念な思いがずっとあったわけですね。 人前に出ない,という約束をしましまたからねだけど本当はねあの周りとしてはたくさん,こううん露出させたいと思ってたでしょうし、はい、見たいと思ってたんだと思うんですけれども、はい、であのもうシクラメンの香りがなんか相当売れてしまってっていうことから NHK ホールでのコンサートあの、まあ、その特に放送 局さんっていうか、はい、マスコミさんからはその僕が出ていかないことが生意気だっていう話が随分立つようになっちゃってある日突然その銀行の上の方からね「君一度だけでも人前出た方がいいんじゃないか」って話になって何ですかったら「えー、NHK ホールさんに出ないか」っていう話が降りてきて、えー、僕出ないっていう約束でね <laughs> 来たのに銀行の方から でないよってい話が降りてくるっていうのは不思議だなと思いましたけど、えー、でも結局その話がまとまって NHK ホールさんでね一日だけ、えー、じゃあコンサートやりますそういう話で出させていただいたのそれがもう50年ほど前ですよね1975年ですもんね、はいはい、えー、その時31歳そうでしたねあの若々しい姿をそうか 私たちもテレビにかじりついて46年前ってことになりますねはいはいそうですねで、えー、本当に大ヒットを飛ばしていったんですがあのそれか役員<や>としての生活特に変わりはないですね特に変わりはないですね いろんなものに出るってわけじゃなくて,て NHK ホールに出たっていうことだけにしたわけですもんねもうその,その約束でしたからねもうこれっきりで僕出ませんから、うん、っていうことで、うん、それで銀行も退職なさっちゃいますよね、はい、1993年はい49歳の9月でしたねだから僕は銀行に26年半勤めたことになります銀行を辞めた理由ってのは もういいかないやもうそうですね。四十過ぎぐらいから考えてましたね。うん、あの銀行にいる僕の意味はもうなくなってきたなっていう思いですね。そ,すうん、それはあの若い日銀行に入った理由につながってるわけですけど、<え>そのなんで銀行員やるかっていう。 そのスタートでやっぱり自分なりに自分の生き方を正当化したいじゃないですか。で僕は僕なりにその大企業に入って組織で汚されていく人間を自ら体験しながら自分と周囲を見渡して何か創造的な表現者として生きていくとそういうことを僕 自分で思いあの大学4年の頃仲間とコンパなんかやるとねそういう発言をしてましたねはいはい、えー、それをずっとこうやってきたっていうことですねで40代に入ってだんだんね観察者としての自分ですかその企業内存在でいる自分と周囲の人間<ひ>上下の人間みんな見渡してみて もう分かってきちゃったなっていう感じなんですねうん、うん、全部。そうするとあの平家物語の末尾にあります一言がありますが、あの見るべきほどのことは見つっていう言葉があるんですよ。えー、それですね。その実感が僕の中にもあって、もう見終えたと。ああすごい。<laughs> うん、じゃあここにいるのは僕の役割じゃないな。うん、そう思ったのをやめた理由ですね。<ー>はい。で銀行退職なさって、はい、またあの 東大に行って、はい、学士入学してそうです、ね、勉強なさったと。はいはい、これは哲学を勉強しましたんですか。そうですね、えーはい。若い日に哲学にまあ、噛みついたか噛みつかれたか。うん、まあ哲学っていうのは言葉遊びのゲームって言いますかね。うんうん、言葉を精密に使う世界ですよね。えー、その言葉の 底なし沼に入り込んじゃったっていうかね、ええ、で僕は僕の青春時代は思い出すと非常に苦しい時代で一種の精神病にかかってましたからね僕はは、ね、はい、はい、えー。そこから抜け出せなかったですね本当苦しいまま青春時代を過ぎていきましただから哲学もかじりはしたけど 穴掘り終わってないっていう感じを残したまんま社会人になっちゃったわけであのやり残しの思いがずっとあったんですね四十九になって銀行を辞めたらちょっとあの哲学の世界をもう一回しっかりかじりたいとそう思ったんですね、はい、それで六年間いたんですよね六、ええあのーまあ、年いる必要はなかったんですけど、はい、とにかくそういうことで大学に戻りたい そういう思いでいてあっちこっち聞いたらですね大学学にに再入すするるはまた式試験があるって言うんですよね <laughs>、はい、ちょっと待てよ50になってまた勉強かとあの <laughs> 受験勉強って言うんですか、えーえー、特にねどこの大学も学士入学するにはその外国語2科目。 ええ、必須必ず必須っていうんですよ。2科目、ええうん、2カ国語ね、ええ、だか英語はまあずっと仕事でも使ってましたから、ええ、どうってことないけどもう一か国語今からね9月にやめて翌年正月明けに大学入試でしょだ半年しかないですね半年の間で新しく語学を一つやるのは大変だなと思っていたらですね 東大ののの憲法の教主任教授が僕同だったんですよね、はい <laughs> えー、彼からある日頼まれ事をしましてね、えー、でその頼まれ事は造作もないことだったんですすぐにすぐにやって差し上げたんですがそのお礼の電話があった時に「えー、ちょっと僕また大学行きたいと思ってんだけどね語学が困ってんだよ」って言ったらね、えー、彼が「バカだな」って言うわけですよ。な、えー、なんでバカなのって君ね 元いた大学、まあ、東大学東ですけどに戻るでかつ,かつ同じ学部に学士入学3年生から編入ですねするんだったら面接だけでいいんだよっていう話になってええええ、そんなの知らなかったよっつってね、ええ、で結局東大の法学部に面接試験で僕はまた大学に戻してもらったって<ー>なその法学部でも入っちゃえば学生になるわけだから。ええ 哲学をやりたいんだったら文学部に勝手に長考に行けばいいじゃないかと長考、ええええ、は自由だから何つでもなるだろう、ええ、別にもうねあの哲学で卒業したいわけでも何でもないだろうて、ええとて言っ何かただ勉強したいってことですもんね。うん、それでいいじゃないかってああそれはそうだねと思ってそれで僕は東大の法学部に編入したんですよ。ええええええ やっぱり大学で専門的に勉強することによって随分変わりましたかのとかはっきり分かったのはね、ええ、まず一つ大学院に行き直して50になって分かったのは、はい、教授の教え方はちっとも進歩してない <laughs>、はい、相変わらずだなと、えー、その学生が勉強したくなくなるようにしか教えてくれないこれダメだ100分なら100分の授業 あの授業生徒が教室に入ってきた段階から100分間、うん、あの学生が勉強することに興味を持つしたいなもっと勉強したいなと思わせる授業をやらなきゃダメだって、えー、そう思いましてね僕は教授たちに説教してもらいました、えー、で政治学の研究室ってあるじゃないですか、えーえー、あそこ行って100分というエンターテインメントをどうやるべきかっていうのをね、えー 先生ごとに僕は交渉に行きましたよ。ええ、年齢的には同じぐらい。年下が多いですもん。あ、そう<授>もうそっきは五十くらいですもん、ね。五十ちょうどでしたね。ええ、あるなんだっけなに日本仏教師の先生かなあんまり僕がいやいや言うもんだからね。ええ、途中でやめてね。教授を。ええ ドイツかなんか行っちゃいました。えー、逃げちゃったや。やめさせちゃったんです。<laughs> そんなこともありましたね。えー、でも、やっぱりそれは自分で,このままで。いや、もったいないと思ったんですよ。えー、せっかく。本学部に入り直しちゃったわけですけど、はいえー、本当は文学部哲学会は行きたかったんで。まあ、一応二年間、法学部入ったから。もう、法学部もやってみようかと思ったんです。うんえー、で、まあ、五十になって、久々大学行き直してみたらね。 本当に面白いんですよ勉強って <laughs>、はい、あのなんで学生であんなに法律が嫌いだったんだろうと思うぐらいね面白いんですよ、ええ、授業がね一、ええ、個一個。ほれで朝から夜まで全然欠席とかせずそれから終わったら毎日東大の図書館で勉強して帰るという,うん、うん、そういう1年間でした。でレポートもそれぞれぞきちんと提出し 期末試験もちゃんと受けますね、うん、そうするとね勉強ってこんな簡単だったのだなと思ったわけですよね。えー、ちなみに科目全って、ね、いうのはねああこんなもんだったのかと思いましたけどねそうやってせっせとやっちゃったもんだからね本当は2年間で卒業なんですけど1年でね単位オーバーになっちゃったんですよ。うん <laughs> と 取り過ぎちゃったんでええあええ、それで押し出されちゃって1年間で卒業させられちゃったもんだからそういうもんなんですね<は>ええそれで改めてあのじゃあちゃんとね今度は覚悟して筆記試験を受けて文学部に入り直そうもって1年間受験勉強しましてそれで翌年あの文学部にまた入り直したんです英、うん、語どうな 女性の先生に毎週一遍ん事務所に来てもらってフランス語を勉強しました、えー、そんなこともやりつつ音楽活動ももちろんしてなっしちゃったんですねうわすごい、えー、でだから1年かかってあの文学部の3年生に学士入学編入させてもらって、うんえー、そっから、まあ、3年生4年生として大学院の修士課程と、えー、だから法学部に入った時から なんか並べてみると6年間大学生をまたやらせてもらったってわけですね、えー。じゃあ都合10年間大学にそうですね若い人と比べて、ね、合わせるとね。ねすごい,いやそんなねその時思いましたよその修士課程終わって自分の人生を振り返った時にね56年間、ねはい、半分以上学生やってたなと思いました。<laughs> ああ、そうですよね。幼稚園、小学生、数えて。ええ、それから、留学も考えたり、ええ、数え合わせるとね。二十五六年学生やってるんですね、ああそれまで。あの、やっぱり、再度学生やらせてもらったって、楽しかったですね。あの、同級生はみんな。学習入学してくる。人たちだから。三十代ぐらいの若者ですよね、ええ、大体がね。先生になろうかみたいな人たちですね。ええええ、あと。 大学に入り直した最初は大学3年生ですから二十歳ですよ、えー、同級生、えーね、みんな若いですよね、えーえー、そういや人たちと、うん、いい今度は歌作りについて伺いたいんですが、うん、まあたくさんの曲を作ってらっしゃって、はい、どうやってあんな素敵な歌詞を作ってこられたのかということなんですけども。素敵かかかどどうか分かんないけどあの まあ僕の歌作りは僕内の言い方をするとまあ真剣な遊びですということをずっと言い続けてますけどね僕の場合は裏家っていうのはやっぱりあのどっちかというとそれは何でかと思って考えたら高校時代にその哲学病にかかって言葉の魔界にこう入り込んじゃったっていう話もしましたが、うん。 言葉についてはやっぱり相当こだわっっててる男なんですね僕ってね僕だからあれだけ苦しんだ時代が学生時代にあったわけでうん、うん、歌の詩を書き始めたらその言葉に対するこだわりから出てくる僕の歌の言葉がですねやっぱり他の方とはちょっと違うものが出てきたってことなんでしょうか。うんうんうん それがある種なんか新鮮だったり斬新だったりしたんですかねまあ時代にあったのかどうか分かりませんがそれが結局評判いただいたっていう結果ですからね思えばあの若い人に言いたいけど本当に若い時の苦しみ苦労は勝手でもやった方がいいよって言いたいですねうん、うん、そう思うとね あの僕の若い日の苦しみが結果的に僕にいろんな恵みを与えてくれることになりましたね<ー>、はい、苦しみを避けて通ってる生き方が今若い人に多いような気がするんですねあの目先のこの美味しそうなものにだけにこう飛びついて生きているような感じがしますでもやっぱり人間苦しいっていうのは 特に若い人が悪いことでは全然ないって僕は思いますね。うん、あの、小倉さん、十一月に。ファイナルコンサートを開こうということで、こうツアーやるんですよね。ねそうですね。あの。今年の十一月を代わりに、来年の九月ぐらいまで一年間。全国、まあ、ファイナルコンサートツアーというのをやらせていただくつもりです。 もうやっぱりそのためには体力もしっかりつけないと。そうですね。そこは今自信が全くないですからね。<laughs> いやいやどうなるかと思ってるんですけど。えー、あの辞められた後、はい、音楽活動を辞められた後、何を考えてらっしゃるんですか。いや何も考えてないですよ。<え>いや本当何したらいいんですかね。もうし死ぬのが一番いいんだと思うんですけどね。<laughs> もう遺言書もちゃんと書きましたしね。そはいはい。それから身の回りのものも七割方全部処分しましたから。 うまだでもコンサートがあるので <laughs>、はい、まあそこだけは無事にね、えー、存分な歌が歌いたいと思いますがそれが終わったらもういつでもいいですねただうんあの別にあの目立つく輝かしく死んでいきたいなんて思ってないんでまあ静かにねできれば痛まず。 苦しまず死んでいきたいですね <laughs>。<laughs> あの。長男の息子さんは。はいえー、奥様との時間を。長く持ってほしいと。とあ,ーあーおそ。それは自然にそうなりますよね。きっと。はい。そうなりますね。えっ、ー、と、えー、僕は決していい夫じゃなかったかもしれないから、まあ。できればね。うん、最後ぐらいいい夫でいいよかなとは思ってますけど。 でまた何かあったら歌の再開っていうのも考えてるどうなんですかね歌を作るのももう最近しんどくてですね<ー>若い日は本当次から次へと歌が自然に出てきたんですけどこの頃歌を一曲作るのに時間もかかるし頭は相当苦しいしね <laughs> 辛い作業になりました最近は,今はね苦しいです自分に厳しくなっちゃってるってこともありますね<ー>歌作りやってきて。 歌を作るっていうからには、うん、新しい歌じゃないと意味がない新しい言葉じゃないと意味がないっていうそれはもう若い日からずっとそう思ってうん、うん、いわゆる想像っていうう言葉に値する作品かどうかど、うん、そうすると自分で作っていながら自分で書いてる途中に嫌になって破って捨てちゃったりするんですね<ー>こんなんじゃダメだっていうんで。うん それが大変苦しいです最近はもう<ー>、はい、やっぱり厳しいからなんですねそうなっちゃったんですねじゃあコンサートのためにも体力をぜひ温存して今日はどうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました